これは。これは一体。何が起こってるんだ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。ここ私の家ですよ。さくらの家だが、この異様な容器は。見てください、清十郎さん、テートが燃えています。何？まさか、コーマに襲われているのか。だけど、こんなこと。帝都全域が戦場になってるじゃないか。もしかして、ここ…ううん、今は…過去の帝都…なのか。間違いありません。これは過去の私の家。そして、この帝都の戦いの激しさは…もしかして…コーマ大戦の時なんじゃ。コーマ大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木。あれは確か。はい、コーマに傷つけられたはずの桜の木がまだ。ということは、本当にコーマ大戦が起きた時の帝都、ゲントが接近した影響なのか。信じられない。コーマ大戦時のデート、本当にそうなら。さくら、動くのは危険だ。戻れ。お母さんが、お母さんが生きてるかもしれない。お母さん、お母さんに会えた。さくら、あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。ひなたさん、あなたはまさか清十郎くん。それじゃ本当に。そうだよ、さくらだよ、お母さん。さくら、こんなに大きくなって。でもどうしてこんな奇跡みたいなことがあるなんて。俺にもわかりません。ゲントとテートが接近した影響だとは思いますが。ゲント、そうよ。テートは、この戦いの後どうなったの？それは、俺には、言えません。どうして？まさか、テートは。ううん、大丈夫。ほら、こうして私たちも大きくなってるでしょ。これは全部お母さんの命がテートを守ってくれたからなんだよ。そう、帝剣の力でテートは平和を取り戻したのね。よかったわ。私の命はちゃんとみんなを守った。ないよ。さくら、提言を作っちゃダメだよ。お母さん死んじゃうんだよ。ほら、私大きくなったでしょ。一緒に暮らそうよ。私と生きてよ。お願いだよ、お母さん。
ごめんね。寂しい思いをさせたわね。でも、私は命を懸けるわ。鉄管さんと一緒に。提携を作る。お母さん。私はね、大切な人たちの住むこの帝都を守りたいの。なんて、ちょっと綺麗すぎるかな。私は、あなたの未来を守りたいだけ、なのかも。私の、未来を。いつかあなたに子供ができたとき、この気持ちがわかると思うわ。あなたを守るためだったら、お母さんは何だってしちゃうの。絶対に子供の未来を諦めたりしないのよ。お母さん。私は今ここで出すべきことをするわ。あなたは、あなたの世界でなすべきことをなさい。大切な人を守りなさい。でも、でも！しっかりしなさい。あなたの世界には、あなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。うん、分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。清十郎くん、これからもさくらを頼むわね。さくらと共に平和を守り続けます。だから安心してください。私も清十郎さんと一緒にみんなを、帝都を守る。お母さんが私にくれた未来を絶対に守り抜いてみせるよ。ええ、信じているわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた、この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん、綺麗になったわね、桜。お母さん、お母さん。桜、私の愛しい娘。さあ、行きなさい。そして、人生を悔いなく精一杯生きるのよ。のお母さんに笑顔になってもらえるよ。しっかり生きるから。だからずっと見守っててね。さよなら、お母さん。あなたがそう思ってくれるから今の私がいる。
その気持ち絶対に忘れないでね。うん、さくら、早くオウムに乗るんだ。もうこの空間は持たないぞ。はい。未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマオさん、我に世界を滅ぼす力を。しないの。行くぞみんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。私は戦う、未来を守るために。最後の戦い、行くぞみんな。帝国歌劇団参上。大きいですね。出かけりゃいいってもんじゃねえさ。同意。必ずどこかに隙ができる。でも時間はあまりないわ。ゲントは今も近づいている。やりましょう清十郎さん。私たちがテートを、世界を守るんです。ああ、必ず守ってみせる。神山君、原案につながる黒い管が見える。どうやらあの骨幹を伝って、コーマ王の力が原案に注がれているようですわ。まずはあの骨幹を断ち切って、コーマ王からの力の供給を断ちなさい。了解です。
高魔王の力なのか。みんなは、みんな大丈夫か。千秋郎さん大丈夫、まだやれます。よかった、無事だったか。でも他のみんなはどこに。みんな返事をしてくれ。そんな大声出さなくても聞こえてるよ。私も生きてるぜ。アザミも同じく。でもここがどこかわからない。みんな無事なようですが、チリチリになってしまいましたね。この状態でコーマに襲われたらおしまいだ。早く合流しないと。しかしこのまま原案に向かっても同じことの繰り返しだ。一体どうすれば。神山くん、夜叉の時と同じよ。コーマ王の力が攻撃を防ぐ障壁になっていますわ。なるほどな。じゃあまた私がぶっ壊してやるか。ダメだハツコ、それだけは絶対にダメだ。そうだったな、悪かったよ亀山。落ち着きなさい神山くん。原案の障壁を打ち消す方法はあるわ。かつて元都を封印した定剣を使った絶海の儀式、北斗七星の陣を行います。北斗七星の陣。10年前のあの戦いのように元都を封印できれば、流れ込んでくる高魔王の力を遮断して原案を無力化できるはずですわ。でも封印に使うお母さんの剣、帝剣は原案に奪われたままです。帝剣は破壊と混乱を呼ぶものではなく、平和と未来をもたらすための剣。その時が来れば必ず帝剣は力を貸してくれますわ。あなたのお母様は剣に込めた思いを信じるのよ。はい、やりましょう。元都を封じ込めれば私たちの勝ちです。決死の戦い、でもちゃんと生きて帰る。そうね、必ず帝劇でまた会いましょう。燃えてきたぜ、帝国歌劇団花組の力を見せてやる。行くぞみんな。これより北斗七星の陣を展開する。元都をもう一度封印し元案を倒すんだ。了解。そこです。クライス、よかった無事だったか。話は聞いていたな。北斗天へ霊力を注ぎ込み聖団を作るぞ。はい、任せてください。私の力で未来を紡ぎます。ここが得意点。確かに何か強い波動を感じます。行きます。北斗の星よ輝け。得意点での力の解放を確認しました。成功です。この光の柱は、これが北斗の星か。神山さん、ここは任せて早く次の得意点へ向かってください。頼んだぞクライス。アミ、待たせたな。聖十郎、一つ目の得意点は活性に成功した。次はここだ。承知、アザミに任せて。勝利は必勝、いざ参る。アザミにお任せ。成功や、得意点が解放されたで。この星はアザミが守る。だから聖十郎は早く次の得意点へ行って。わかった、アザミ、ここは頼んだ。残るは5箇所か。花組が一人一つの星団を作るとしたら、7つの得意点を輝かせることは数的に不可能だ。あの光、あれは
北斗の星か。でも一体誰が。ベルリン歌劇団参上。得意点に到着。聖団の構築に成功しました。エリスさん、マルガレーテさん、よくご無事で。我らベルリン歌劇団に敗北はないと言いたいところだが、あの不思議な光が力を貸してくれなければ危ないところだった。とても強く気高い光だったよ。助けられたな。助けられたって今日は随分素直に認めるんですね。あるのはただ使命、歌劇団として誰かを守るという意志だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点に急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。おりゃー、コーマなんざぶっ飛ばしてやる。ハツコ、待たせたな。準備はいいか。バッチリだぜ、神山。ついにハツコちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。3つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ女が腐るぜ。もうちょい、もうちょいや。時間がない、早く7つの星を完成させないと。あの光はもしかして。ロンドン歌劇団参上。アーサー、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。さくらたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。ああ、わかった。任せたぞ、ロンドン歌劇団。よっしゃ、任せろ。これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る。てめえは先へ進め。分かった、ここは頼んだぞ、ハツコ。次は私ね。待っていたわ。アナスタシア、頼む。分かっているわ、神山。任せてちょうだい。未来にかけて、星よ、輝け。星よ、答えて。待っていなさい、ゲーン。この星の力であなたを必ず。これで6つ。そしてシャオロンたちか。神山、待たせたな。こっちは準備完了だぜ。ああ、スミレさん、聞こえてますか。7つの星を作ることに成功しました。任務完了です。スミレ様、大地に7つの星が輝きました。封印の儀式、北斗七星の陣、いつでも発動できるで。わかりましたわ。私を置いていくなんて絶対に許しませんわ。お願い、待って待って、私を一人にしないで。大丈夫、いつかきっと、いつかきっと私たちはまた出会う。スミレさん、俺たちの思いを、未来を繋いでください。ありがとう、みんな。行きますわよ。今こそ輝け、命の星を、北斗七星の陣。これはまさかあの時の。そうですわ、定剣を持ちて魔を封じる儀式、北斗七星の陣。我北斗は命を踏み地に注ぐ、天地最短資源世界を断つ。これは
今よ、雨宮さん、絶海の力を解き放ちなさい。お母さん、力を貸して。やめろ。雨宮の命に宿る絶海の力、今ここに。みんな、今こそこの戦いに終止符を打つ。帝国歌劇団花組出撃だ。了解。地上勤務を命じられた時はさ、左遷かと思ってたんだ。だけど帝国歌劇団に来て、君たちの隊長になれて本当によかった。ありがとう。みんなのおかげでこんなにも笑顔でいることができる。何を言ってるんですか。そんなの私たちもですよ。そうですね。うん、感謝しているわ。清十郎さんが隊長になってくれて本当に良かったです。みんな、あなたを呼んだ私の目に狂いはなかったわ。すみれさん、それにみんなも。コウマに操られるなんて不覚だった。私たちを助けてくれたこと改めて礼を言う。まあまあ、反省はそれぐらいでいいだろう。その後の戦いで十分に働いたじゃないか。確かにエリスってめちゃくちゃ強かった。今度勝負しようよ。帝国歌劇団のみんな、よく頑張ったね。いい戦いぶりだったぜ。さすが俺のライバルだ。この勝利はみんなの頑張りのおかげだよ。誰一人欠けていてもこの勝利はなかった。世界歌劇団が力を合わせた結果さ。それでも今はあなたに感謝したいのよ、すみれさん。ありがとう神山くん、帝都みんなを守ってくれて。はい。清十郎さん、それじゃあ全員でいつものあれやっちゃいますか。そうだな。
それじゃあみんな、行くぞ。どんなに辛いことがあっても、みんながいれば乗り越えられる。信じた道が正しき道です。これこそ真の世界科学なんだ。ありがとうみんなせーの、勝利のポーズ決め。さて、そろそろ時間だな。聖十郎さん、さくらです。もう出る準備はできてますか？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。聖十郎さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まりますよ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。また世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんです。みんなどこかでくつろいでますよ。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってます。挨拶が終わったら舞台に来てくださいね。ああ、わかった。もう挨拶は終わりました？あ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。またこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思ってませんでした。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言になる。君のおかげだよ。君が守ったんだよ、帝国歌劇団を。新宮寺さんのようにね。聖十郎さん、君は夢を叶えたんだ。おめでとう、さくら。いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で迎えましょう。花組みんなで幸せの星となるために。その前に、聖十郎さん、いつもみたいに号令お願いします。わかったよ、行くぞ。みんな、帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。こうして私たちの戦いは終わり、帝都に平和が戻りました。いろいろなことがありました。歌劇団解散の危機、夜叉とのこと、これらすべてを乗り越えられたのは奇跡なのかもしれません。戦いの舞台となった歌劇団大戦は平和の祭典として再開されることになりました。世界中の人々が熱狂し喜び合う絆の競技会。さあ、今その幕が上がります。
あなたが気づいた、あなたが信じた。